はい、続きまして、1、2年生ですね。えっ、ー、と、一番星が出た。こちらの、この文章ですけど、ちょっと、じゃあ、拡大をしますね。拡大しなくても見えるぐらいなんだけど、まあ、まあ、いいでしょう。これ、しっかり入って、上がって下がってくる。これを絶対やりましょう。えっ、ー、と、ただの、こう、一本の線で、こう、ピって、これやらないように。 さっきもね34年生の方でもちょうど1があるので言いましたけどまずはこういう向きでこちらに、えー、左上からぎゅーっとこういう打ち込みの仕方ができるといいですしっかり打ち込んでから止まって「よいしょ」っていう感じで膨らんであげましょうそれでこういう線になりますねこれをやること。 ひらがなの場ですけどこういうあの棒がある文字ですねひらがなは棒が一番長くなりたいですこことここがまあ揃うかなぐらいで結びといってこのちょっと三角っぽいこれですよねここを作る時に下に隙間を開けるようにしますこれがねなかなか高学年になってもできてない子が結構いるんですよ 頭でまず分かってないとちょっと難しいのかなどうしてもここからこういきますよねで上から入るんだけど早めにこうやって曲がってあげなきゃいけないんですよもうこの下まで来ちゃったらダメなんですねなのでこういつもここ書きながらも目線の中にこの位置をあの目の中に入れとかないといけない何て言うかな じーっと書いてる線だけ見てると、ここがね、目に入ってないんですね。こう、視界の中にちゃんと入れておいてください。それで、ここを見ながら、あも、もう早く回らなきゃねって感じで、この辺からぎゅーっとこっち来て。で、止まればいい。ここで、下で止まんないことね。曲がってから止まる。で、その時、こういうとこちゃんと空いてるかなってチェックしながらでいいので、一回こう、上げてしまっても構わないですよ。こうやって。確認して、で、1、2、 このぐらい冷静にやりましょうねだから硬質って時間かかるんですよ書くのにすごく時間かかるし集中力もいるので適当にやるんだったらやんない方がいいかなっていうぐらいですね。運という字はこう真ん中ど真ん中からこの左の端を狙ってくるようなイメージでこんな感じですね。そうで半分ぐらい戻りますよ。 半分戻ったらでも途中から違う道に行ってますね。っていうことはこういう直線の部分この線に対して次はふわってカーブしてるってことですよ。戻りながらちょっとだけこっち出てるってことだからね角度がついてますよね。角度をつけていったらここの このラインが地面の位置。ってことは、ここと次のこう曲がって、こういう風に来る、ここが同じ高さであればいいわけですね。ってことは、ここを見とかなきゃいけない。こう書きながら、左はこっちを見てるんですよ。見といて、あ、今同じ高さになったと思ったら、こういう風に行く。で、行くのは、行く先はあっちで。そうするとここがね、広くなりますよね。 えと母はねねと似てます、ね、こうに長くしといたらここが揃うようにしたいまずこことここはこう広く取りたいんですよなるべくでも下まだあるのでその辺りも考えつつそう思うとちょっと場よりあの難しく感じるかなこうこの辺りから曲がり始めますこう。 で,で意外とこあのこの結びを作った後後のこれはあのこの長さっていうのはこちらの長さに合わせるようなイメージでいいんですよ。これより出なければちょっと短くても構わないのでこれでバランス取れるかなって感じです。 はい。死ですよ。死は真ん中のこの線に乗っからないでくださいね。左側からこう入って。うんと一緒です。こちら側へ、こう外に向かっていくような感じ。はい。で、がですね。これまだまだね、これね、真ん中に乗っかっちゃう子いるんですけど、なるべく、なるべくじゃない。これ絶対ですね。左と右に分かれましょう。分かれておいて、斜めになりますよ、これ。これ立っちゃう。 のはねこれが下に向かってるかからこれ下に向かってると字が立っちゃうんですよほら一人で立っていけるじゃないこれじゃそしたら点の意味があんまりなくてこの点もどういう角度にしたらいいかなってちょっとねこんな感じになっちゃいますよね多分こういうラインだってこれさこれのこうなってこうなってなんか三角形にしたいんですよ本来はこういうふうにねでもこれがこうだったらこれもこうなりますよね そういうところをあの見ていきましょう外形っていうのはね大事ですはい「出る」という字これあの大人の方でも意外とあの形取りにくいって不評な字なんですよこれ何がじゃあどこがあの変わればいいのかって言ったらこの上山と山2つ山があるように見えますよね下の山をあの 小さめって言うとおかしいんですけど上の山のこのこの一番高い部分を極端にするといいですこれ、えー、やりがちなのがねこういう感じこことここの差があまりない高さに差があまりないとこういう感じになってこうにやりがちなんですよねこれあんまり綺麗じゃないですしっかりと真ん中を高くしてあげて 下は下の方がなんか小さく見えないかなさ、うん、小さい方が綺麗かもしれない、うん、こんな感じですねバランスとしたらうーんと出た「た」です「た」はキュッとここ下から上がるような感じでいきましょうこれ元の字になってるのは「太い」という字ですねこれ斜めにこうやって見ると「太い」っていう字見えますね そうだからこれは左払いなんですよ本当はえっ、ー、と「データ」「点」「宇宙」「宇」ですねこうお尻突き出すようにしといてこっからストーンですこっからここの幅が長くなるとこれ「うに見えなくなっちゃうのでねそこ注意しましょうそれから「地」ですこうしといて「 これ横に広げるように、そしてあんまりガチンって、あの、あんまり強くしない方が綺麗です。U は、ここから、こういう風に来ますね。で、ここ、高さを合わせるようなイメージ、イメージですよ。で、上に上がります、ここ。こういうつながりが見えて、ここに到着するんです。こっから、こうに来て、下がってきますね。こんな感じです。 はい、また、うが来ましたよ。こうして、中、の、のって難しいかな。こう、柔らかくこう持ってきたら上に上がるように、こう横に行かないでくださいね。結構こう横行っちゃう感じになりますけど、上に行くようにして、そこからここまで結ぶんですよ。こう回りながら。で、その延長でこのままこっち来ればいいんですよ。そう思ったら多分ね、 そんな難しくないと思うんだけど。の、えー、っと、目のようだ。1、2年生、1年生もだいぶ漢字なら、もうね、学校でやり始めましたよね。こういう四角い字になる、あのこれがね、あの基本です。その、いろんな漢字を書くにあたっては、やっぱり組み合わせになるので、こういう単体のっていうのかな。 こういう簡単なというかただの四角に見えるようなこういう字をどれだけ綺麗に書けるかが結構重要ですよね目のもう一回のですね真ん中からこうに来て副書になりますよ上に上がってそのまま回るはい要はキュッ と上がってて短くていいですよここからこう少しオーバー気味にお尻出してあげるといいかなそれでもこの鉛筆の太さの分ぐらいしかこうずれてないあんまりこの中心線から外れてるっていうわけではないっていうぐらいのしなり方ですよねあんまりこう大きくやりすぎるとこれちょっとこれちょっと大げさな感じになっちゃうのでここまではしたくはないですけど この中心線細い中心線のこのねそれをこう絡めてるみたいな感じに見えますね。よううで,すはい、で「すははいいで、ダ小学 2年、小、2、小、1。はい。えー、ひらがなね。えっ、ー、と、ちょっとまあ漢字も出てきてますけど、この、あ、そっか、1、2年生に出るっていう字が出たのね。これ難しいですよね。えっ、ー、と、これね、よく見といてください。はい。では、頑張ってください。